ちは。ありがとうございます。本日はサビ中お越しいただきありがとうございます。私、司会進行を務めさせていただきます。と思ったら、カブ。と思ったら、オレンジ。と思ったら、お日様。ダンスショーが始まりました。いろいろな魚たちが歌ったり踊ったり、それはそれは綺麗でした。チリチリリ、チリチリリ、二人は深く深く行きました。見えた見えた。はい。四。ピンチ。海はしょっぱいんだ。一マス戻る。みんなこれ触ってる。これです。みんなの靴。かなりちっちゃいです。ちっちゃいでしょ。これ。見えるかな。これ昔の人はね。薬指くらい。これイクラ。みんなイクラ丼とか食べたことある。俺大好き。イクラの時これぐらいです。でこれぐらいで、これぐらいの大きさになって、ちょっと落ちちゃった。でここにね、もう一個、お腹にグミみたいなのついた状態あったと思うんだけど、これです。すごくちっちゃくない？これお腹についてるのは何だと思う？ちっちゃくて柔らかい。僕じゃなくて、栄養？そう、栄養です。栄養。お腹の中に入ってるものが違うんだけど、こっち白子が入ってて、こっちイクラが入ってます。あとね、顔見てみて、顔顔が違うんだよ。どう？ちょっとこっち歯がついてる。そう、歯生えてるよね。こっちオスの鮭の方はこんな感じで牙が生えてきます。それでこれがちっちゃいんですよ。昔は生えて1回でも生えてたけど、そうそう、これ さて、命のリレー誕生。まだ雪かく厳しい寒さの1月、川底の石の下、稚魚と呼ばれる鮭の赤ちゃんは卵から帰ります。そうだよね、飛び立つよね。こうやってね、いろんな海の生き物がため飛び立つんでね、後で変わってみてくださいね。じゃあ今タコを紹介しました。で、タコの絵本があります。これはタコのタコちゃんっていう絵本なんですね。で、タコのタコちゃんはね、海に住んでるんだけども、海からですね、陸に上がっていろんなとこに行きます。お祭りに行ったりですね、いろんなとこに行きます。タコのタコちゃんの冒険ですね。はい、そうそう、これ出た。これ出た。これ出た。こっち側から出てくるから気をつけてね。これで大きいから安心して触って。え、ウニのお口ってどこにあるか知ってる？裏。どこだろう？どこ？お、正解です。裏側の真ん中にお口があります。でさ、よーく見てみて、見えるかな？真ん中の白いところに歯が乗っかる。人でもすごいちっちゃい歯があります。